皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年10月31日木曜日になりましたが、今日は月末ということですので、恒例の企画ということで、今月に投稿しましたブログの投稿を振り返っていきたいと思うんですけど、 はい。では、早速ですが、こちらのからご覧ください。どうぞ。はい。スライド84枚公開ということで、毎日ブログを更新して5,905記事になりましたということですね。いやー、すごいですね。あと100日でですね、6000記事になりますね。ということは、約3ヶ月ですから、 11月、12月、1月ですから、2月の頭ぐらいですかね、に6000記事になるということですね。いや、今週月もですね、本当に大変で、えー、もうね、とにかく毎日ですね、24時になるまでにですね、もう眠気を抑えながらですね、ようやくブログを更新するということをですね、やってきました。本当に忙しくてですね、えー、毎日ですね、徹夜したりとかですね、やって、 言ってますけど、またね、あの、一つ、10月乗り越えましたので、また来月もですね、頑張ってはできたいなと思っているんですけど、はい、そんなですね、10月のですね、ブログということで振り返っていきたいと思います。はい、いつもであればですね、YouTube のメンバーシップ月額190円から学べます、デイリー会員の方に入会してないとですね、動画を15分間フルでご視聴いただけない、 という仕様になっていますが、今日は15分間フルで全員に公開している日となっていますので、ぜひ最後までお付き合いいただけば嬉しいなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、見ていきましょう。こちらからご覧ください。どうぞ。はい、えー、こちらお話した通りですね、5905記事になりましたということなんですけど、で セミナーのですね、教材も販売してまして、現在ですね、128のテーマでですね、コンテンツ販売をしてますので、よかったらですね、アクセスしていただいて、気になるテーマがあればですね、勉強していただけば嬉しいなと思っています。はい、ではね、今月振り返っていきたいと思うんですけど、はい、一番アクセスが多かったのはこちらですね、もうダントツなんですけど、 PC やスマホで日本や世界のテレビを無料で視聴する裏技とはということですね。813になってますね。 これ、残念ながら今ですね、もうすでに使えなくなってしまったんだけど、まあ、考えてみればですね、早くこの記事をアップしてればよかったなと思ってますね。もう1ヶ月ぐらい前から知っていたんですけど、その時に上げてたらもっとね、人気が出たんじゃないかなと思ってます。あまりにもこのアクセスが殺到したことにより、どうも対策を取られたようでですね、今制限かかってる状態になってるんですけど、 まあ、ただ、このね、ノウハウっていうのは、いたちごっこかなと思ってるので、え、またよかったらですね、追いかけてもらうとですね、アップデートがあるかもしれません。僕も一応、あの、追加でですね、記事を追記していっていますので、またアップデートがありましたらですね、更新しておきますので、え、思い出したらですね、またアクセスしていただけば嬉しいなと思います。はい、続いてはこちらです。212って、これちょっとね、僕意外だったんですけど、こんなに伸びてると思わなかったんですが、X 有料版の レイダー使い方と投稿やキーワード分析というものですね。X の話題でこんなに盛り上がるっていうのはですね、実は今までもです、ね、結構あるんですよ。というのは、 あの、インスタグラムとかティックトックとかみたいな SNS って割とそのニュノウハウをね、公開してる人がいたりするんですけど、X ってね、なかなか今いないんですよね。なのでこういうまあ最新のニュースなんかを上げていくっていうのは大事かなということで、やっぱりね、リアルタイム性が大事なので、いち早くですね、えー、いい内容っていうか、いいノウハウとか、いいニュースを知ったらですね、公開していきたいと思っています。 最近どうしても AI 周りのですね、動きが激しすぎて、それを追いかけてると、他のことが追いかけられなかったりとかするので、今月はかなりその辺を抑えてですね、AI を抑えて、いろんなニュースをね、お届けしたかなと思っています。なので逆に AI のニュースが溜まっていて、もう2ヶ月ぐらい溜まってるんですけど、はい、まああの、順次ね、出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあいち早くですね、僕のノウハウをですね、知りたいという方は、 弊社がやっていますネットビジネス研究会のセミナー会員、スカイプ会員の方に入会いただくとですね、毎月1回ですね、最新情報をですね、15分の動画でも解説してない内容をですね、紹介してますので、よかったら YouTube メンバーシップのセミナー会員、スカイプ会員の方に入会いただければ嬉しいなと思っています。はい、続いてこちらですね。 はい。セミナーや講演の予定ということで、まあ、これは恒例なんですけど、まあ、今月、どこに行くのっていうことで,ですね。えー、見られる方が多いので、アクセスが多くなりますが、これちょっと間違ってますね。これ9月の10月ですね。まあ、んで、えー、よかったらですね、またチェックしてみてください。あなたの街に行くかもしれません。はい。続いてこちら。今月結構良かったですね。このカールことシリーズっていうのがあって、これは、あの、なかなかアクセスが増えないことが多いんですけど、今月は良かったです。やっぱり、後期が始まりまして、 10月からは新しくなることが結構あるので、まあ、注目して見られた方が多かったということじゃないかなと思います。はい。そして続いてなんですけど、こんな企画も結構ね、今月やりました。はい。キャッシュレス決済のメリットとデメリットを最新データ分析1ってなってますけど、これ1から4までかな。 今月公開いたしましたけど、もうなんかね、こう、時間縛ってやるのもいいんだけど、なんか一つのテーマがあった時に、喋りたいことがあったら全部喋っちゃってですね、15分で収まらなかったら、それを分割してやってもいいんじゃないかというふうにですね、思った企画です。これす素晴らしい資料がありまして、それを解説しようと思うと、90分かかっちゃったんですね。なのでそれを6回に分けてお届けしようと思っていまして、今4回分まで終わりました。 多分11月にですね、残り2回公開して完結となりますので、よかったら最新のキャッシュレス決済のノウハウね、学んでいただきたいなと思います。はい、続いてこちら。これも意外に人気ありましたね。GPDs、検索機に最適化した検索結果10件を生成するツール。これあの、 個人的にも結構気に入っている g p t 図を僕は開発したんですけど、自分が検索エンジンを作っちゃったっていうようなもんなんですね。で、結構面白いですし、ここから SEO をするときのヒントがたくさん隠されているので、ぜひね、使ってみましょうということです。はい、続いて、リアルタイムでテキスト通話 SNS アプリー、ジフシー使い方。これね、頑張りましたよ。今、ジフシーっていうローマ字で検索した場合と、カタカナでジフシーって検索した場合は、 僕のブログ記事がですね、1ページ目、えー、多分8位か9位ぐらいに入ってますね。ので、えー、結構アクセスが集まってきてますけど、もちろん、 ジフシー使い方みたいなキーワードでも1位になっていますので、こちらからもアクセスが出てきています。もうちょっとジフシー盛り上がってくれるとですね、いいなと思ってるんだけど、これ結構面白い SNS ですね。僕個人的にですね、その最近 B d r とか、えっ、ー、と、レイ p とかですね、いろいろ新しい SNS を紹介しましたけど、ジフシーはもっと面白いんじゃないかなと個人的には思いますね。よかったら使ってみてください。はい、続いて、 えー、LP 作成ページ生成 AI、ペライチクリエイトアシスタントの使い方ということで、まあ、このようにですね、あのモニターっていうものがうまく当たるとですね、いち早く皆さんに最新ノウハウをお届けできるので、ぜひね、あの、全国の、あの、こういう新しいツールを開発してる皆さんですね、僕をモニターにね、当ててください。もしくは案件ください。そうするとですね、いち早く解説する動画を撮りますんで、よろしくお願いいたします。はい、続いてこちらです。 画像の人物の背景の間に文字入れテキストビハインドイメージエディターというもの。これね、めちゃくちゃ面白いので、インスタグラムやってる方なんかはぜひですね、文字の加工ということで使ってみてほしいなと思うんですが、これ、あの、なかなか僕もね、かなかその後できてないんで、またね、この文字入れ投稿をね、やってみたいと思いますので、えー、これどうやってやるのっていうことを知りたい方はこのページに書いてますので、よかったらご覧になってみてください。はい、続いてこちらです。 Google Chrome の拡張機能、教えて URL の使い方ということで、サイトの導入ツールを抽出というものなんですけど、まあ、例えば、いろんなウェブサイトを見たときに、このサイトはどういうマーケティングやってるのとか、どういう分析ツールを使ってるのみたいなものがですね、ボタン1個ですぐですね、分かってしまうっていうですね、非常に紙機能となっていますので、よかったらですね、こちらもね、チェックしてみてください。 はい。続いてこちら。え、オートクリップス使い方70ドル買い切り、ショート動画を AI で自動生成っていうものですね。まあ、こういうようなサービスが今いっぱい出てきているんですけど、まあ、買い切りプランっていうのは非常に美味しいですね。で、えっ、ー、と、これまだ多分大丈夫かと思いますので、よかったら皆さんですね、早めに買い切りに申し込んでみてください。で、アップデートを繰り返しているので、まあ、年内にはさらにアップデートして良くなると思われますので、今、 注目の僕は、えー、アプリというか SNS だと思ってますので、アプリというか使い、ソフトですね、えー。使ってみてください。はい。続いてこちらです。インスタグラムのリール動画で URL を追加し、リンク付き投稿する方法。これもね、あのー、なかなかまだ書いてる人がいないので、おすすめの記事となっていますが、例えば TikTok とかリール、リンク貼ることできませんよね。 リールもリンク貼ることできないし、そして去年の9月から YouTube ショートも貼れなくなりましたけど、Instagram はお金を出せばですね、リンク貼れるってことが分かったので、それについて改正していますので、よかったら見てみてください。 はい、続いて、頭の良さを決める3つの要素と OpenAI O1 が IQ 値の指数120へということで、まあ、O1 についてのですね、まあ、レビューを書きました、まあ。これ以外にもですね、チャット GPT のですね、アップデートして伝えなきゃいけないことがいろいろあるんですけど、まあ、とりあえずはこれですね、えー、チェックしてみてください。 はい。続いてこちら。業務改善できる無限ループ討論の議事録作成ツールというもの。これもね、おすすめです。で、その、何か問題があった時に、どうやってその問題を解決するかっていう時に、普通であれば会議を開くわけです。それをですね、AI と会議をしましょうとで。その AI と会議した内容の議事録を作りましょうというツールになってますので、面白いです。はい。続いてこちら。チャット GPT と LINE で無料ホームページを作成できるミニッツ使い方ということで、 このミニツってツールがですね、意外にね、好評ですで。これ去年の秋に誕生したサービスなんですけど、めちゃくちゃ面白くてですね、昨日も個別相談でですね、2人の方に紹介したら絶賛されてましたけど、僕のお客さんでも紹介したらですね、非常に気に入ってる方も多いです。皆さんもよかったらね、これ無料なんで使ってみてください。 はい。そしてですね、長岡造形で教えてます。情報リテラシー論、インターネット概論と歴史の話、ソーシャルメディアのイと検索エンジンの変遷と進化、みたいなのをついてますね。はい。そしてこちらです。あんまり人気ないですけど、えー、メタの Facebook、Instagram、t ニュース d s n 2 0 2 4年10月。これ新しい企画として始めましたが、非常にですね、 SNS 周りのアップデート情報をですね、まとめていくの大変なんですけど、これ新しく始めました。で、来月ぐらいからは、この続きのですね、えっ、ー、と、メタのもの以外、YouTube もの以外のまとめもやろうかなと思ってますので、えー、楽しみに待っといてください。はい、続いて、Instagram の3種のアーカイブ思い出、過去のこの日、ビジネス活用法って、ちょっと日本語変ですけど、これはまあ、 最新ノウハウじゃないんですけど、アーカーブについてそういえば動画撮ってないなと思って撮りましたので見ておきましょう。はい、パソコン通信からブログ、そして SNS が普及もブログが最年化ということで、まあ日本語ちょっと変なんですけど、まあ少しインターネットの歴史を振り返って今のを作ってました。そして長岡造形大学のジョブリテラシー論のスマート普及と課題ですね。そしてキャッシュレス決済のメリットとデメリットの2回目です。 で、Apple と Google と Microsoft のクラウドサービスは生成 AI 戦略。これ個人的に僕こういうブログ記事好きなんですけど、あの、よ、よかったら見てください。そしてキャッシュレスの話が続きまして、YouTube 関連の最新ニュースノウハウ15選ということで、これは毎月やってる恒例企画ですね。そして Discord の案内と、長く造形大学のキュレーションが必要なわけと、そして AI に関するニュース。これ昨日の記事ですね。という感じになってます。では最後にですね、 今月に投稿しました84枚のスライドを作りましたので、それを一気に見ていきましょう。今回もね、いろんなスライドをたくさん作りましたということで、ついにスライドの枚数がですね、5000枚を超えてきました。もちろんこれは5000枚がマックスではなくて、過去に作っているファイルを合わせるとですね、もしかしたら1万枚ぐらいにいってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、せ,っせっせっせと毎日作っていくとですね、こんだけ貯まるっていうことなんですね。で、これらを組み合わせてピックアップして、 え、講演を行ってるって感じですね。なので、まあ結構いろんなテーマでね、講演できるのは、毎日のこのスライドを作ってるものの積み重ねであるということなんですね。なので、いろんなテーマで講演できますから、よかったらですね、皆さんもリクエストいただけば嬉しいなと思っています。はい、キャッシュルさん話いっぱい出てますけど、この通勤また来月やりたいと思ってますので、お楽しみにということですね。はい、ということで、84枚のスライドを振り返ってみました。はい、えー、じゃあ画面戻しましてですね。 はい、えー、何度かね、10月も乗り越えられそうですということです。えー、まあ健康を気をつけないとですね、まずそもそもですね、ブログを投稿できないですし、 そして、この1年ぐらいずっと僕風邪ひいてないので、声も枯れないですねえ。昨日ちょっと声やばかったですけどね。あの、昨日1日喋ってたんで、えー、音ついてですね、ちょっと声やばかったですけど、えー、無事寝て復活しましたが、またね、あの、健康に気をつけながらですね、やっていこうかなと思ってますので、引き続きですね、えー、ご視聴いただけば嬉しいなと思っています。え、ブログ、そして TikTok などのショート動画ですね、YouTube といろんなコンテンツ、音声も、ポッドキャストもやってますので、よかったら、 その辺もチェックしてみると嬉しいなと思っています。はい。ということで今日は2024年10月分のブログを振り返ってみました。